何が起きたのかっていうと、次の日は晴れてはいたんだけど黄砂、中国からので、なんとなくもやっとしてんですよ。だもんだから西の方の富士山が本当は見える方向が、富士山見えてるはずなのにもかかわらず、もやっと言ってなんか幕が張られたような、晴れてはいるのに、で結局それは見えなかった、残念だからね。でもね、さっき書いたこれ、朝日、ここ書きますね。朝日の時もここに反射がキラ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 、これを見たかった、結局ね。なぜこれ見たかったのかというとね、これ意味があるんです。皆さんも、でもね、瀬戸内海じゃ無理かもしれない。鳥取の砂丘に行くという日は、これは。でね、これ何のために行ったのか、何がいいのかっていうとね、富士山と同じ効果があるんです。だから余計次の日ね、富士山もついでに海の上に見たかったんですけど、富士山信仰っていうのがあってね、我々日本人は富士山のお姿を見るだけでもう違うんです。全てが変わる。下手な神社とか、ね、下手なお寺さんとか下手なパワースポット行くよりも富士山拝んだ方がよっぽどいいんです。と同じように、天照大御神様っていうのは実はまあ太陽なんですが、太陽もその日中ね、空の上の方にある太陽を拝んだってそんなに効果ないんですよ。いつも朝出てくるのにもかかわらず、1月元旦初日の出って皆さん行くでしょ。それと同じで、毎朝の日の出も同じ効果で、日の出を拝む、手を合わせる、日の出を見て、これ夕日か、日の出を見る、それだけで変わるんです、霊的なものが。写真でもいいんですよ。写真を撮っといてそれを眺めるんでもいいんですけども、一度は行ってください。しかも同じ場所で朝日が昇るのを見、その同じ場所で夕日が海に沈むのを見る。まあ逆でもいいです。僕らはそうでした。ね、先に夕日が落ちるのを見て、次の日の朝に朝日が出るのを見る。まあそんな風にしてください。そうするとね、何かが変わるんです。人間スイッチが入る。もうね、伊勢参りとかね、そんなんよりもぜひ犬吠埼参り、九十九里浜、まあ富士山は九十九里浜から見てもね、まず気象条件で、天候の条件で見えるタイミングはそうないと思いますから、まあ犬吠埼で太平洋の西に沈む夕日、東から太平洋から出てくる朝日を拝んでください。特にこの関西、瀬戸内しか見てない、瀬戸内海から見てしかね、太陽を拝んでない方は、もうぜひ太平洋に行ってみてください。もちろんハワイに行きゃどっちも簡単にすぐね手に入るんですが、今新型コロナでなかなかハワイにも行けません。その点犬吠埼は簡単に行けます。陸続きですから、神戸から車出したってそんなにはかかりません。ついでに行きでもいいし、帰り、まあ、できたら行きがけに、行き品に香取神宮によってお参りしたらもっと霊験新たかです。本当にね、この後、まあ、この UFO のおかげかもしれませんし、僕はねその後からむちゃくちゃ不思議なことが起こり始めてね、いや、あのね、青春を取り戻すって書いてあるんだけど皆さん知ってるかな、
僕が高校生ぐらいの時に僕らより一世代上で僕らを若者をリードしてた論客というか、先輩たちが4人いたんですよ。北山修、中澤真一、庄司薫、それからなんだもう一人ね、なんて言ったっけな、ついこの前会ってきたんだけど、あのアガスティアの派の青山啓司、もうね、もう僕の憧れというか先輩方、もうこのうちの誰か一人とでもいいから対談したいと思ってたんです。僕の青春の時のあれですからね、あの東大みたいなもんです。でなかなかルートがないんですよね。あの北山修さんも、それから北山修さんはあの京都府立医大で今精神科のお医者さんなさって、もうかなり80過ぎですかね。中澤真一さんはこれはルートあるにはある、中央大学今行ってらっしゃる。それから青山啓司さんやっとこの前会いました。庄司薫、これが一番問題な、庄司薫さんというのは当時赤ずきんちゃん気をつけてっていう小説で一世風靡した。で有名になった瞬間、ピアニストの中山なんとかひろこさん、このだいぶ前に亡くなられた、綺麗なピアニストの女性と結婚しちゃって神の亭主みたいになって、その後一本も小説書かずに未だにいらっしゃる。もう赤ずきんちゃん気をつけてだけの方なんですが、もう僕はその人にものすごい影響を受けて、当時日比谷高校から東大に入って、赤ずきんちゃん気をつけてって小説を出した庄司薫って言ったら、もう僕の憧れ中の憧れなんで、もうその小説読んで、その中にね、庄司薫がその高校生の時、日比谷高校の高校生の時にちょっと具合悪くなったから、同級生の、お姉ちゃんがやってる病院に見てもらいに行ったら、その同級生のお姉ちゃんっていう女医さんがすごい美人で、でしかもあのそのね、庄司薫を見てくれる時に、そのお姉ちゃんはなぜかあの白衣の下は裸だったと。いや小説にそう書いてある。つまり妄想、つまり高校3、多感な高校3年生の頃の僕らの世代時代の。